本日の雑談はですね、はい、なんか警察庁の方が銃の所持の方をですね、はい、厳しくするということを言っておりまして、なんか今度はねハーフライフルを規制しようかっていう話をしているらしいので、はい、実は、はい、あの私もうライフルを所持できる状況になったんですよ、はいはい、あの散弾銃持って10年以上経ったんで、はい、あのライフル所持できるんで、まあ、ハーフライフル関係ないっちゃ関係ないんですけど、はい、関係ないからとはいえこれ後輩のために言わなきゃいけないっていうことで、はい、ちょっとあまりにもね言い過ぎると、はい、警察庁の方にそろそろ目をつけられるかもしれない、公安なのか分かりませんけれども目をつけられるかもしれませんが、はい、むしろ目つけられた方がいいかもしれんこの動画にもし警察庁の方が到達するんであれば、はい、むしろ良いかもしれんということで、はい、警察庁の方聞こえていますか？あなたに問いかけています、まあ、そういうわけで聞いていただければと思います。あの誤解なきように自分もちょっと話したいんですが、はい、基本的にそのおかしなやつが銃を持つっていうことに関して、はい、規制を したいという気持ちは、はい、あの私も完璧に一緒です、はい、まあ、さらに言えば事故を起こすようなやつから銃を取り上げるという方向性に関しても、はい、もちろん大賛成でございます、はい、がなんでそこでハーフライフルに行くんじゃっていう部分だけ、はい、多分ねゴールは同じはずなんですよ、はい、事故を減らしたい、事件も減らしたい、はい、ただ手段がおかしいだろっていうことを言っていきたいと、うん、はい、警察庁の方聞こえますか、はい、ということをちょっと言っていきたいと思っております。はい、ちょっとイオさんでもハーフライフルさ、うん、っていうかまあ銃に関してよく分かんないでしょ、やっぱ銃持ってないと分かんない、なんか、ね、ハーフライフルが何なのか何なのかとかも分かんないでしょ、はい、だから多分ね、はい、そ一般の方もよく分かってなくて、はい、なんか銃ってのは危ないもんだからとりあえず規制しときゃいいやみたいな人が、はい、多分相当数いると思うんですよ、うん、だからあのまずなんでこの私まああの猟銃所持してるわけなんですけど、なんでそいつらがおいふざけんなって言ってるかっていうことを、はい、ちょっとねなんとかうまいこと説明してみたいなと思います。で、イオさんがもし分かんないとかあったら、はい、ストップって言って、はい、ちょっと何やそれって言ってください、はい、いうこと で自分でどうやって説明したらいいかっていうのをちょっといろいろ考えまして、はい、あのまずこれがいいんじゃないかと思うのは歴史をちょっと話したいと思います、うん、はい、歴史って言っても戦後ぐらいからです、はい、昔はね狩猟って言ったら、はい、大抵鳥とかだったんですよ。うん、鳥とか、はい、ウサギとかだったんですよ、はい、まあ、今は鹿だとかイノシシクマがめっちゃ増えてますけど、はいはい、まあ、昔は基本鳥だったんです、はいはい、でその時にあの使われていた銃っていうのは、まあ、散弾銃の中でもバラ玉をなんか弾がいっぱい入ってて、はい、バーンってこう飛んでいくような、はい、そういう銃をみんな使ってたんですね、はいはい、という時代がありました、はい、大物猟って言われる鹿とかイノシシクマを取る人っていうのは、まあ、地域的にはいたんですけど少数派だったんですよ実は。でその頃はそれでよかった、散弾銃の中でもそのバラ玉をバラバラっと飛ばすような銃がメインで、はい、まあ、他は少数だっていうような、まあ、状況があったと、うん、でその頃にねちょっと警察庁の方と、うん、まあ、警察の方と、うん、その狩猟者団体の方で、うん、まあ、なんか取り決めが起こりまして、うん、ライフル、まあ、つまりは大物猟用の銃ですね、はい、でライフルっていうのがあるんです、はい、でライフルっていうのはどういうものかというと、はい、あのバレルっていってあの銃身の中にこう螺旋状の溝が切ってあって、はい、弾を撃つとそれがこう弾にこう回転を加えて弾をまっすぐ飛ばして命中精度を上げるっていうようなタイプ の、はい、あの銃なんです、はい、うん、散弾銃っていうのはもともとバラバラって弾をまあ大量にばらまくような銃で、ライフルっていうのはその一発の弾をいかにこうあの獲物に当てるかっていうような、はい、あのそういう銃だったんですよ、はい、でそのライフルの方を規制しましょうと。でその時に散弾銃を10年持ってないとライフル持てませんよ、はい、っていうような取り決めがなされるってことが起こったんですね、はい、まあまあ本当はそもそもそれがおかしいんですけど、うん、その頃なんでそういう話になったかというと、はい、まあ、とにかく警察の方は何でもいいから銃を絞りたかったんじゃない多分、あ、所持を絞りたかった、はい、で狩猟者団体の方ね狩猟者団体の方がなんでそういう取り決めにまあいいよって言ったかっていうと、はい、多分ね大物が少なかったんですよ、はい、だから、はい、うん、少なかったからいっぱいライフル持ちが増えると、はい、獲物が取り荒らされてしまうから、はい、ある程度制限を設けて、はい、獲物をその取りすぎないようにしようっていう多分意図があったんだと思う、はい、
でそこで利害が合致して、はい、じゃあライフルは10年散弾銃を持って10年経たないと、はい、あの所持できないようにしましょうねっていう取り組みができちゃったんですよ、はい、ところが、うん、その後、うん、時代が変わりました、はい、もう日本の山が復活してきて、はいはいはい、鹿、イノシシ、クマが大量に増えたと、はい、今ね鳥を取っている人っていうのが逆に少数派なんですよね。そうですね、うんうん、ほとんどの人が大物量を目指してます。鹿、イノシシを取るという方向に銃の所持者がね、はい、なっていったわけなんですよ、はい、ところが、はい、バラ玉じゃなかなか取れないんですね、はい、特にそのバラ玉を飛ばすやつって近距離じゃないとうまく威力が出ないというか、はい、大物倒れてくれないんですよ、うん、だから一発玉の方を、使いたいっていうその需要が出てきたわけなんですね、はい、で当たり前なんですが一発玉飛ばすんだったら命中精度がなきゃいけないじゃないですか、はい、でやっぱりライフルが欲しい、はい、その大物を取る際に、はい、ってなっていくんですけど、はい、10年経たないと、うん、散弾銃を持って10年経たないと、はい、ライフル持てないじゃんって、はい、だから弾当たんねえよとなって、はい、どうするってなるわけですよ、うん、でも鹿は取んなきゃいけない、イノシシ取んなきゃいけないけどライフル持てないから、はい、じゃあどうするってなった時に、はい、ハーフライフルっていうのが生まれたんですね。実はねちょっとこれがややこしい理解をまた阻んでるところなんですけど、はい、散弾銃の中にはバラ玉をババって飛ばすやつと、はい、一発玉を飛ばすやつって弾が選べるんですよ、というなんかいろいろ弾が実は散弾銃があって、はい、ライフルは基本一発弾をこうくるくる回しながら飛ばすやつっていう、はい、まあ、そういうイメージです、はい、ハーフライフルっていうのは何かというと、はい、そのライフルの定義が、はい、その重心の中に、はい、ライフリングっていうその溝ね、はい、命中精度を上げるための溝が、はい、半分以上あったらライフルって呼びますっていう定義が実はあって、はい、それをまあまあある意味悪用したんですよね。だから半分以下にライフルを切ってるものをハーフライフルといって、はい、散弾銃の中で使い始めたっていうのが、ハーフライフルのスタートなんです、はい、これ実はねほぼ日本ぐらいにしかないと思う。あ、当たり前ですよ。だってわざわざさ命中精度を上げるためのライフリング半分削ってんだから、はい、なくしてるわけだから、はい、命中精度下げてんですよ、はい、本来の銃でいくとね、はい、これがハーフライフルの始まりでございます、うん、なんでハーフライフルが生まれたかというと、うん、その銃の許可制度が状況に追いついてないんですよね。鹿、イノシシ、クマが増えちゃってなんとか減らさなきゃいけないんだけど、はい、銃は絞りたいんですね。警察の方で、警察の方は農林水産業被害関係ないんです、うん、まあそれはまあお前らがなんとかしてくれと、うん、銃は絞るんだっていう立場なんですよね、うん、うちは関係ない。まあこれ縦割りっていうんですけど、うんうん、その農林水産業被害とか獣の被害っていうのを管理しているところと、はい、警察って全然別枠なんですよ、はい、まあ、決してね別に警察に文句言いたいわけじゃないんですけど、まあその縦割りの弊害は結構出ているなというのは感じるということですね。その警察の側が被害に関してどうするということはあまり考えていないという部分はありますね、うん、はい、ハーフライフルっていうのは散弾銃の中の、まあ、1種類なんですけど、ハーフライフルをダメっていうことにすると、まあ、つまり命中精度がある散弾銃がなくなるってことなんですよ。新しく銃を持った人が鹿、イノシシを、まあ、うまいこと取れない、銃では取れなくなるっていうような、まあ、イメージに近いです、うん、あんまり当たらなくなるっていう、うん、致命傷を与えにくくなるっていう、うん、いうことに、まあ、多分なっていくという、ここまで大丈夫ですか、はいはい、ここまでついてきてきます、はい、ついてきてます、はい、で次にね、うん、リスク管理の話に行きましょう、はい、リスクって、はい、例えば猟銃が持っているリスクって2種類あるんですよ、はい、事故と事件、つまり悪用してなんか犯罪を犯すやつと間違って人を撃つっていうパターンの2つのリスクがあるんですね、はい、でこの2つのリスクについてちょっと話をしていきたいんですけど、はい、で今ねハーフライフルがダメって言ってるじゃないですか、はい、まあ、ハーフライフルダメって言おうとしてるのは、はい、この間どこだったっけな、埼玉かどっかでやったあの警察官をハーフライフルで撃った人がいたんですよね、猟銃の所持者、はいはい、事件がありました。でただそれを受けてハーフライフルを絞るって言ってるんです、はい、まあ、ハーフライフルを使ったんだったら、うん、絞るっていうのはいいんじゃないって思われるもしかしたら人がいるかもしれないんですけど、はい、それハーフライフルじゃなくて散弾銃でも同じ結果になってるんですよ、うん、なぜ至近距離言ってるんだよ、はいはい、命中精度関係ないんですよ実は、うん、でハーフライフルを絞っていたとして、例えばその昔の時点で、はい、その犯罪が未然に防げたかというと防げてないんですよ、はいはいはい、結果が軽くなってるかというと軽くなってないんですよ、はい、だから意味ないじゃんっていう、まあ、まずね意味ないじゃんっていう内容のことをやってるということを警察庁の方は気づいていますか、
でさらに言うとね、はい、これあのおそらくね警察の方は調べりゃ出てくると思いますけど、はい、例えば、まあ、犯罪でもいいですよ。で猟銃を使った犯罪で、はい、例えばライフルじゃなきゃ起こらなかった犯罪ってどんだけあるんですか、ハーフライフルじゃなきゃ起こんなかった犯罪ってどんぐらいあるんですかっていうと、ほとんどないです。犯罪って、猟銃だったら何でもいいような犯罪、また至近距離で撃つとか、脅しに使うとか、そういうものでしか使われてないです、ほとんどが。だから、ライフルを絞る、ハーフライフルを絞るっていうのに、一体どの程度の現実的な効果があるのかっていうのを、どう考えてるんでしょうね。もしさ、例えばライフルを使って200-300m 先から狙撃しますっていう事件がボンボン起こってたら、まあそりゃライフル絞りゃいいと思いますよ。でもやってる犯罪って何かというと、至近距離でその恨みから人を撃ってるみたいな犯罪ばっかりなんですよ。それっていや別にライフルじゃなくてもハーフライフルじゃなくても散弾銃持った時点でもう起こっちゃう犯罪なんですよ。だから許可を出したっていう時点でそれはもう犯罪止められない類のものであって、ハーフライフルがどうだこうだっていう話じゃないでしょっていうことを気づいてるはずなんです、うん、これはだって一線でやってる人たちですから、警察庁の人たちはそんなバカじゃないんで、はい、それは分かってるはずなんですが、はい、なんでオタクラは、オタクラはって言ったらですね、なんで警察庁の方々はそれを絞ろうと思っているんですかっていうのを胸に手を当てて考えていただきたいと、はい、ただのポーズじゃねえのかということを私は言いたいわけです、うん、まあ、事件の話で言うとしたら、結局その許可を出しちゃった時点で誤りなわけで、例えばね、未然に止めることがもしできたとしたら、許可関係でどこをやってたら止められたんでしょうねっていう分析をちゃんとやってるんでしょうかねっていうことも聞きたいということなんですよ。で、今のはね、今のは事件の話でした。次に、自分が散々言ってる事故の話をね、結局したいわけなんですよ。バラ玉を飛ばす散弾銃が昔は主流でした。鳥を取ってたからね、当たり前に、はいはい、だから例えばクレー射撃とか、まあ、これ前もお話ししましたけど、あのクレー射撃の訓練をする、鳥を取るんだったらクレー射撃の訓練するといいと思う、うんうん、でも、うん、今やっている主流やってる人ってほとんど大物量だから、うん、結局使うのって一発玉が多いんですよ、うん、一発玉を使うような主流で、うん、その動く的にぶんぶん重心を振って当てるような打ち方はしない、してはいけないんですよね、基本。その事故が起こるじゃどう考えても。だからあのそういう訓練をさせるのは良くないですよねっていうことを、まあ、この間もちょっと言ったわけなんですけど、はいはい、その散弾銃を持って10年経たないとライフルを持てない、まあ、あるいはこの先ハーフライフルを絞る、ハーフライフルもそのぐらいの要件にするってなった場合、はい、事故がもっと増えるよっていうことをちょっと思い出していただきたい、これ警察の方、はいはい。まあ、ちょっとね、一般の方はね、そのバラ玉でクレー射撃みたいなバラ玉でこう動く的を当てるのと止まった的を狙って当てるのって何が違うのって思われる方がいるかもしれないんですが、その止まった的、静的射撃って言うんですけど、あとクレー射撃の場合は、まあ、動的射撃って動く的を狙う、全然違うんですよ。短距離走と長距離走ぐらい違うんですよ。だから今の許可制度っていうのは、短距離走を10年訓練しないと長距離走に出させませんって言ってるようなもんなんですよ。だから全然違う訓練をさせてんだよっていうことをちょっと思い起こしていただきたい。だから事故増えるんですよ。だって違う筋肉作ってんだからっていうことなんですよ。で、事故のね、そう言うの忘れてたの、事故の面でもそうですよ。結局今起こってる事故ってガサドンみたいなやつ、まあ、結局矢先の不確認と誤認なんですよね。獲物をしっかりと確認せずに撃つっていう訓練ばっかしてるから起こってるわけなんで、そうクレー射撃をやってるからやってるわけなんですよ。で今ね、みんながやってる狩猟っていうのが大物量だから、確実に獲物だと認識して撃つっていう訓練をさせなきゃいけないっていうことに警察庁の方も気がついていただきたいと思います。大体その銃による事故が起こるのって近距離なんですよ。まあ当たり前なんですけど、人が近くにいた時の方が、はい、それはまあなんか当たりやすいから、はい、重大な事故が起こりやすいんですよ、はい、例えばね、ライフルを絞りたい、事故を理由にライフルを絞りたい場合、はい、例えば数百メートル先の、はい、誰が撃ったんだか分かんない弾が人に当たってるっていう事例がボンボコ出てくるんだったらライフル絞った方がいいと思いますよ、はいはい、銃だったらもう死んじゃうよっていう事故ばっかりなんですよ。近距離で撃ってバラ玉でも死ぬよっていうようなものばっかり、うん、銃の種類の問題ではないわけなんですよ、ということにも、もういい加減気づいていただきたい。猟銃所持者の中でハーフライフル絞るって言って憤慨している方はいっぱいいると思うんですが、うん、
まあ、自分 の, その権利を侵害されてるから怒ってるっていう人もまあいるとは思うんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、マジで真っ当に考えて、うん、事故事件を減らしたいんだったらもっと他に手があるだろうっていう、うん、そこじゃないだろうっていうことを、うん、考えてる人も多分いっぱいいると思うんでね、そのためにもちょっと簡単にまとめました。はい、一狩猟者として、はい、事件事故が増えるっていうのは真面目迷惑なんですよ、当たり前なんですよ、はいはい、だからしっかりと取り締まりもしていただきたいですし、許可の要件というのは、まあ、効果的かつその実効性があるというか本当に効力がある方法をちゃんとやっていただきたいなと思っているということでございます。一銃所持者としてね、はい、だからそのポーズとしてなんかハーフラングル絞っときゃいいやっていうようなことはマジでやめていただきたいな。でそれはもうマジでね、後ろのためにならない。このままいくとちゃんと的に当てられる人が一体今後どんだけ出てくるんだろうっていう状況になるんで、今ね銃の所持許可更新しようと思ったら、はい、そういう講習とか受けなきゃいけないんですけど、うん、ライフル持ちの人ってやべえ人いっぱいいるよ。それで野外で撃ってるんですかっていうレベルの人がやっぱりいっぱいいて、うん、でやっぱりねその撃ち方見ていくと散弾銃なのに、うん、まあ、なんかね重心がねブルブル揺れるような撃ち方をするというか、なんかさ止まって重心が動かないように撃つっていうんじゃなくて、はい、なんかここだバーンみたいな撃ち方をする人が結構なんかいるんですよね。その学引きとか言うんですけど、今の重症者ってまあどんどんいなくなるとは思うんですけど、次の若い世代入れた時にやっぱりまあ許可要件もそうなんですけど、訓練をどうやったら事件事故が少なくなるような運用できるかっていうのを本当に考えていただきたいなと思います。はい。